アニマギア作るぞあーできた。これ作ったやつここら辺に置くといい。右足完成。できた。左足完成。イエーイ。気持ちいい。簡単に外せますね。え、できた。どう？できた？できた。胴体完成。FCQ つけてる。つけてその上もつけたんだね。見てね俺。できてきました。かっこよくなった。かっこいいですよね。かっこいいと思います。楽しい。自分では満足。完成だもんちょっとで。できたー。好きなところはこの銃のとこと挟むみたいなこの手のところです。すごい簡単でした。すごい簡単でした。すごいすごい。ドキューン、シャキーン、シャキーン。えい、けいけ。あーあ、あ、あ、転がってる。えい、お、引っかかっちゃった、ここ。えい、け、入った。あ、100点に2つ入りました。ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。子どもの手作りおもちゃ作家の佐藤ふきです。今回作るのは、じゃん、ビー玉転がしゲームです。上にあるビー玉が下まで転がっていってどこに入るかで点数を競うゲームです。そのまま捨てればゴミになってしまう資源を楽しいおもちゃに変えて SDGs を学ぶきっかけにしていきましょう。しっかりと説明を聞いて大人の人と一緒にやってくださいね。工作をする時の大切なルールです。では材料を紹介していきます。今回使うのはこちら、アニマギアです。このアニマギアのランナーを使っておもちゃを作ります。他にもこんな材料や道具を使います。刃物にはくれぐれも注意してくださいね。ではまず L 字作りです。ランナーが L 字になるようにニッパーやハサミを使って切っていきましょう。はみ出ている部分は切っていきましょう。切るのが硬いから難しそうだったら大人の人にやってもらいましょう。 L 字になった時に長い方が3センチぐらいあるといいですよ。ランナーの色は何種類かあると出来上がった時にカラフルで楽しくなります。これをだいたい20本ぐらい作るといいと思います。では次に本体作りを始めていきます。本体で使う箱の内側のサイズを測って同じ大きさの段ボールの板を用意します。段ボールはお家にあるもので何でも大丈夫です。ボンドを何箇所かに少しだけつけて軽く貼りましょう。次はL 字型のランナーを通す穴を開けていきます。この時に端っこの部分は5センチずつぐらい残しておいてください。下書きの点を書いていきます。あんまり間隔が狭いとビー玉が通らなくなってしまうので注意しましょう。印をつけたらキリで穴を開けていきます。使う時すごく気をつけてください。もし難しかったら大人の人にやってもらいましょう。机に置いたままだとうまく開きにくいので少し手で持ち上げて穴を開けてください。このように箱の裏側からキリの先が出てくるので指に刺さらないようによく気をつけてください。では本体に穴が開いたら最初に作った L 字を刺していきます。まずこの本体を裏返します。穴が開いているのでここに L 字の長い方を差し込んでいきます。穴が大きすぎるとグラグラしてしまうのであんまり大きく開けすぎないようにしましょう。
はい、できました。全部刺さりました。全部刺さったら、このお菓子の箱のこの蓋を下にして重ねていきます。こうすると挟まるのでピンがグラグラしなくなります。蓋がない場合はガムテープなどを裏から貼って動かないように固定しましょう。それでは最後に仕上げをしていきます。ビー玉が落ちていった先の仕切りをつけます。好きな大きさに切った段ボールに2つの辺に木工用ボンドを塗って箱に貼り付けます。スタートの部分のビー玉を入れる部分を作ります。箱の大きさより少し長いぐらいに段ボールを切って両端を折ってはめます。うまくはまるように長さを調節しましょう。ここまでできたらゴールのところの点数を書きましょう。好きな数字を書けばいいんだけど、差がある方が面白いと思います。じゃあこっちが100点、それから輪ゴムをところどころはめておくとビー玉が通れない場所ができるので予想外の動きになってとても楽しくなります。はい、これでビー玉転がしゲームの完成です。もしランナーがたくさんお家にある場合はもっと大きなものを作ってみても楽しいと思います。作ったおもちゃはワンダースクールに投稿してください。皆さんのご参加お待ちしています。皆さん上手にできましたか？でもまだ終わりじゃありませんよ。遊び終わった後はしっかり分別をしてリサイクルできるようにしましょう。お菓子の箱は工作の材料の定番なので他の工作を作るときに使ってみてください。これからも資源を大切にしていきましょう。今日使ったアニマギアはとっても面白いのでぜひ組み立てて遊んでみてください。